んこんにちは、みつきです。今日はまたまた出ました GU の紙デニム夏のデニムコーデ5000です。もともとデニムが大好きなんですけど、デニムをきちんと選ばないと足が太く見えたりするので、普段 GU のデニムの中でも激戦して紹介させてもらってます。前回紹介させていただいたデニムも本当に問い合わせが多かったのですが、今回も私の中でビビッときたデニムジーンズがあったので紹介していきたいと思います。今回紹介するデニムはこちらです。ハイライズストレートジーンズ、お値段2990円です。今回 EC サイトで注文しました。この腰の部分がハイライズなので足長効果抜群のアイテムになります。今季雑誌でたくさん掲載されている薄めのカラーのストレートジーンズを注文しました。それでは早速着回しコーデを紹介していきます。一つ目のコーデです。こちらのコーデが定番だけど一番可愛い白 T× デニムコーデです。定番の中にタン丈とハイウエストという少しの工夫を入れているので、シンプルなのにおしゃれ度高く着ていただけます。こちらのバッグの差し色もポイントです。2つ目のコーデです。こちらのコーデが肌寒い雨の日でもおしゃれに、ストライプシャツコーデです。優しいブルーで抜け感が出るので夏デニムとの相性がすごくいいです。肌寒い時は前のボタンを留めて長袖としても着れるので、この梅雨の季節でも安心して着れるコーデになります。3つ目のコーデです。こちらのコーデが大人女子きれいめなカフェでランチする日のコーデです。デニム以外を黒で合わせると少しお堅い印象を作ることができるので、きれいめシーンに最適です。先ほど使ったキャミソールの白のこちらが黒バージョンになります。すごくお気に入りでよく着てます。4つ目のコーデです。こちらのコーデがメンズの着方を参考にした2色以上のカラーを取り入れたアースカラーコーデになります。薄めのカーキ、ベージュ、帽子もベージュ、そして薄めのブルーのデニムなど、たくさんのアースカラーを取り入れることでおしゃれ度高く着こなしてみました。アースカラーは優しいマイルドな印象を作ることができるので、この夏着るのにとてもおすすめな色味です。5つ目のコーデです。こちらのコーデが柄ありジャケットを取り入れた夏旅行コーデです。普段着では取り入れづらい柄ありのジャケットもデニムと合わせるとマイルドな形になります。中のカーキのタンクトップなんですけど、こちら丈が短丈になっていて、デザイン性もすごく可愛いのでおすすめです。柄を取り入れることで他のコーデとは違っておしゃれ度をアップしてくれます。ということで、デニムジーンズの着回し5000でした。どのコーデも全身 GU とは思えないようなおしゃれなコーデになったかなと思います。もしよろしければ何番目がお好みかぜひコメントください。それではチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。